こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラは、ハッセルブラッドの人気シリーズ500シリーズの、その中でも定番のボディですね、 500CM のボディになります。はい、その中でもですね、こちらが、はい、はい、500CM の頭の部分に星マークがついておりますね。スリロトレーディングカンパニーという会社がハッセルブラッドの日本の総代理店だった頃に輸入された正規輸入品ということになりますね。はい、ということでハッセルブラッドの定番ボディ 500CM ですけれども、じゃあボディから状態を見ていきます。はい、ご覧のようにですね、ボディは針側など、針側金属部分など非常に綺麗ですね。革の縮みや汚れ、摩耗、金属部分の腐食、錆なども見当たらないですね。はい、シャッターにはご覧のようにボタンがついてますね。はい、連続シャッターを切っても指が痛くならないですね。三脚接付ける部分には多少ですね、ご覧のように塗装の摩耗が見られます。あとは綺麗ですね。レンズとの接合部も綺麗。マガジンとの接合部も綺麗です。バックドアも非常に綺麗ですね。ひび割れとか変な素材の汚れなど見当たらないですね。はい。シャッターも非常に軽快にしてますね。はい。全く問題ない感じです。はい。巻き上げもガリガリ感とか、こう、重くなったりとかですね。してなくて、非常に軽快に動作しております。はい。はい。ミラーも劣化ないですね。はい。ウエストレールのファインダーも立ち上がりしっかりしてますね。はい。ルーペも綺麗でしっかり立ち上がってきますね。はい。畳み込みも、はい。ご覧のように、はい。問題ないですね。はい。ウエストレベルファインダーを外しますと、中はですね、ノーマルのフォーカシングスクリーンがはまってますね。はい。ご覧いただいてますように、汚れとか変な書き込みとかないですね。非常に裏表綺麗な状態です。もちろん外して交換できますね。はい。ということで、ボディは非常に綺麗な、動作も外観も内部機構も全く問題のないいいボディですね。はい。じゃあ次はマガジンに行きます。マガジンもですね、外観、多少ですね、ちょっと革がへたってきているかなって感じですね。ちょっと剥がれかけてますね。ちょっと剥がれかけとちょっと縮みがあります。はい。ご留意いただければと思いますね。はい。あとこちらにちょっとサビが浮いてますね。はい。この程度ですかね。外観は。はい。はい。スライドはまっすぐでしっかりしてますね。はい。ベコベコになったりしてないですね。で、中身をこう引き出してみて。シリアルも一致してますし、内部にサビとか汚れとか腐食ないですね。はい。で、これを戻してもらってですね。カウンターがゼロに戻ってますので、ダイヤルで。はい。カウンター1でしっかり止まってますね。はい。こちらを A ボディにもっと一度接着しまして、はい。シャッターをチェックしていきますね。このままだとですね、安全装置が働いててシャッターが切れませんので、こちらのスライドを外していきます。はい。これでシャッターが切れる状態ですね。はい。こちらの窓が白、カウンターが1という状態でシャッターが切れる状態になっております。はい。で、シャッター切りますと、はい。一回シャッター切れますと、こちらが赤赤で、チャージと巻き上げしてくださいという印ですね。これを巻き上げますと、はい。両方白になってカウンターが2に上がるという感じになってますね。これの連続で、シャッターを切っていっていただきます。
そういう感じで、はい、全く問題なく両方とも連動して動作してますね。はい。でこのままだとですね、安全装置が働いているので、マガジン外れませんので、先ほどのこのスライドを、はい、入れますと、パコッと外れる感じになってますね。はい。はい、ということで、動作外観ともに全く問題のない、ハッセルブラッドの、人気ボディ 500cm スターマーク付きですけれども、今回はおまけでですね、こちらのホットシューをお付けいたします。こちらを先ほど外したようにですね、この横のエンブレム部分にこう差し込んでいただければですね、外すときはこうグッと引っ張っていただいて、はい、スライドさせれば外れますんでね。はい、ということで、大変人気のハッセルブラッド用のボディ500シリーズの、ハッセルブラッド 500cm スリロトレーディングカンパニーの正規品でありますスターマーク付きになります。こちらのシャッターボタンもお付けいたしております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。